こんにちは、粟田洋介です。今日はこういうマットフレームを切るときによくある失敗っていうのがあって、そのよくある失敗っていうのはどういうものかっていうのと、失敗しないで切る方法を紹介したいと思います。結構前にマットフレームの作り方っていう動画を出したんですが、マットフレームの詳しい切り方については動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらを見ていただきたいと思うんですが、今日はその動画ではお伝えしてないよくある失敗っていうのがあって、失敗しないポイントをお話ししながら実際に1枚マットを切っていきます。それで私もよくやってしまう失敗に、こんな感じでボロボロになったりデコボコになったりするっていうことですね。あとはこういうふうに切った時にちゃんと切り切れてなくて、ボードが切り離せない状態、もしくはこんな風になっちゃうとかね、こういう感じで角が綺麗に切れてない、あとはちょっとこれ切れ端なんですけど、こんな感じでミーって曲がってますよね。それからここで見ると、ここが45度に切ってあるんですが、この45度なのがところどころこういう風に歪んでるみたいなことになったりとか、あとは別の動画で紹介したんですが、裏と表間違えたような感じで切っちゃう、あとはこの当ててた定規がずれちゃうとかね、そんなこともあります。今ざっとどんな失敗があるか説明したんですが、ちょっと切りながら少し詳しく説明したいと思います。で、ちょっとこの小さいのを1枚切ろうと思うんですけど、まずはこの下に引く段ボールですね。こっち側でも結構切れるんですけど、この目がこっち側の方に切っていきます。ここ切れ目があるんで、刃が引っかかっちゃうとガクンってなることになるので、切れ目がない部分を選びます。これ別の動画でも紹介してるんですけど、こっちが表でこっちが裏になります。裏には線が引いてあります。それでこの切る面なんですけど、表側をこの白い部分が見えるようにしたいわけです。でも間違えてこっちが表になっちゃうような切り方になってしまうと困るので、切る方向はこのカッターがこっち側の広い方ですね、こっち真ん中の方ですね、真ん中の方にこういう風に切ります。よく間違えてこっち側から切っちゃったりするんですけど、こっち側から切っちゃうと表面がこの裏側みたいになっちゃうので、こっちに真ん中があるんじゃなくて、こっち側を真ん中に来るようにして、真ん中じゃない端の方に定規を当てます。定規の滑り止めがここに、ボードにちゃんと滑り止めがこういうふうに乗ってないと滑りやすくなるので、ここにボードをテープで留めて定規が滑らないようにします。これもマットフレームの切り方の動画で紹介している方法なんですが、ここから先はあの動画で紹介してないことを説明します。ここの線ぴったりにこの定規の端っこを当てます。定規の端っこのこのぴったりのところが切れ目が入るところとなります。で、定規を置くんですが、ここでプル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 手が震えると、この切れ味もプル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 した切れ味になるので、シュッて線を引くようにします。で、ここで気をつけるのがこの線ですね、この矢印です。この矢印をこの線よりも若干外側にずらして切っていくと、この端っこが切れてないっていう状況を防げます。たまにこの切れ目がちょっと出ちゃう時があるんですけど、これもちょっと失敗して出ちゃってますが、こんな感じでここまでにならないように若干って感じで、で、ある程度ちょっとはみ出しても切れないで、こんな風にボロボロになるよりはマシですので、若干1ミリぐらいこの矢印を線からはみ出させます。で、これが1、2っていくんですけど、1だけで、スーッと切るんですが、この時もこの矢印を1ミリぐらい外側にはみ出させます。で、スーッとまた戻します。その時も1ミリちょっとはみ出します、この線。この矢印を線より1ミリってことですね。今度はもう一個刃を出します。で、この時にこのカッターをプル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 動かすと、さっきみたいなこの切れ目が歪んでしまうので、しっかり下に押し付けて、それでこの角度がこの面と平行に、この角度が変わらないようにスーッと切ります。1ミリぐらい出します。こっちも同じですね。で、もう切れたかなと思うんですけど、中途半端な切れ方で紙がボロボロになることになるので、何度か繰り返します。これがね、軽くなるんですよ、切れるとスーっていうのが。
切れましたね。まあこっち切ってもこっち切ってもどこ切ってもいいんですけど、ここのね角が見たいのでこっち側切ってきます。ここもしっかり線と定規をきちんと置いて、でさっきみたいにこの矢印が線よりも1ミリぐらい飛び出るところで、こっちも1ミリぐらい飛び出るところですね。もう一つ刃を出して、でここ硬い場合は定規とかこれをねしっかり押さえて、この手で指でちょっとこう押すような感じで1ミリずらします。こっちもこの指で1ミリだいたい。念のためもう一回、あもう今ねスーって軽くなったのでもう切れてると思います。外した時にここがちゃんと切れてるのを見ると安心します。綺麗に切れました。まあ素人の割には綺麗に切れました。あと2箇所、1ミリよりちょっと飛び出たところで定規を下に押し付けてしっかり安定させて、カッターも下に押し付けてカッターがブレないようにします。最後ですね、まあ今みたいに切ると線が曲がったりずれたりしない、あとはこういうふうに歪まない、下敷きも凸凹にならないようなものを使うことによって、この紙がボロボロにならない、もしくは凸凹にならない、でこの切る時に1ミリちょっと飛び出す、そのことによって角も綺麗に切れます。ふって持ち上がった時にこれが綺麗にこうやって外れてるとすごい安心します。結構今回は綺麗に切れました。まあ素人の割にはってとこですけどね。私は絵を描く人でこういうのを切るのは専門外です。まあ初めてこれを切ったのは学校行ってた頃なんで、まあ30年ちょっと前ですね。その時はなんか切る機械があって、機械って言ってもなんか定規とカッターがなんか固定されてて、でガチャンってやって紙乗せて手動なので、切る難しさっていうのは今やってる方法とあまり変わりません。私は滅多にマットって切らないんですけど、この30何年の間に何百枚かは切ったかなって感じですが、結構たくさん失敗したし、まあこういうの切るのは職人芸だと思ってるんで、私の専門外でまあこのぐらいでいいかって妥協しながら切っています。もし完璧を求めるんであれば、出来合いのものを買う、もしくはお店に持って行ってお金を払ってやってもらうって感じですかね。でもこれ切り方知ってると結構手軽に好きな時に低予算でできるので、そこまでのクオリティを求めなければ自分でやってもいいかなと思っています。マット切るのって最初結構難しいと思います。今使ってる私のマットカッターなんですが、ここが両方刃になってて、こういう形なんですが、これセットだったんですけど、これを買ってから結構綺麗にマットが切れるようになりました。私はこの商品のメーカーさんと何のつながりもなくて、このマットカッターを紹介したところでお金がもらえるわけでも何でもないんですけど、私が使ってていいものだと思うので今皆様に紹介しています。このマットカッターについても概要欄に詳細を載せておきます。よかったらチェックしてみてください。というわけで今日はマットフレームの失敗しない切り方についての動画でした。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントでいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。